シャドーバース。こんちゃん、今日はアグロロイヤルということで、こう今結構ツイッター上でね流行ってる構築を持ってきたんやけども、まあ今奥刀っていうね、奥義とこう解放義をまあ持っている奥刀というカードで、そのアルウェールであったりこのジェノを採用して、その OTK 20点失踪で終わらすっていうのが流行ってるんやけども、まあそれではねちょっと遅いっていうことで、その昔のねアグロロイヤルを思い出してほしいんやけども、そのアルウェールっていうカード失踪ね5ターン目に召喚して、まあこう打点を当てていくっていう、こう早い段階でアルベールを降臨させてこう打点を狙っていくという、まあアグロ系のロイヤルが流行ってる中で、でアルベールはねその序盤からも7点失踪いけるんよね。あの自分の他のフォロワー破壊するとプラス2されるから進化込みで77失踪で、昔のアルベールは57失踪やったんやけど、これ2点の火力が上がってるんよ。だからその5コストで7点の打点を与えるっていうのがかなりでかいんよ。だから残りの13点を、まあ序盤のこういう低コストのカードでしっかり埋め合わせしていくと。で、今回オールオンが入ってるんやけど、まあオールオンを採用することによって、相手のね、打点、要は体力というものを、この自分の攻撃力にダメージを持ってしてリーサルを決めるっていうね、まあ裏コンセプトもあるということで、かなりね、これ、オールオンも活かせるということで、かなり今この構築が流行ってるんよね。で、やっぱアグロロイヤルの強いところは、やっぱその手札事故が少ない。やっぱ低コストのカードが1コス、2コス、3コスもこれだけね、低コストのカードが豊富に採用されているので、非常にこう明快的な答えで、その手札事故が少ないっていうのと、それから先行取った時の勝率というものが、他のクラスに対してものすごく高いよね。そういった点も強いよね。で、このアルヤスカが1枚採用されてるんやけども、やっぱターミナルウェポンっていうカードで、しっかりと面を取りつつ顔面に打点を与えていく。非常にこのアグロとのコンセプトがいいということで、まあ入れすぎも良くないということで1枚採用なんやけども、かなりね、この構築強く勝てるし、まあ早くポイントを持ってね、早くグラマス行きたい人であったり、それから今のオクトの構築ちょっと遅すぎるというか、トロすぎて、ちょっと時間かかるから嫌やなと思ってる人は、ぜひこの構築を使っていただいて、新しいロイヤルのね、使い方というものをね感じていただいて、肌で感じるんですよ。肌とね、脳みそでしっかりとね、感じていただければなと思います。勝ちました。さあマッチングしました。今回ねアグロロイヤルっていうのを使っていくんやけども、この構築でねなんか一番早くその MP を盛ることができるみたいなよね。でどれほどのちょっと強みっていうのがね、あ、なんだおいお前挨拶してきたか。挨拶は大事だから返していこうかな。おー、どうもーぺこぱでーす。挨拶は大事だから返していこうかな。それが私の流儀だ。うん、だがそれがいい。さあ、ヴァンパイアやからね、何の構築を使ってくるのかっていう。ほんだ、おいらは野球選手じゃねえ。おいらはゴルフボール選手だ。キモいんだよ、豚まんじゅうが。あ、ガッツリとじゃあ行くのありやね。ガッツリと。ああ、もうね、横展開の強みというものを意識していこうか。鈍いな。いいね。でね、アグロロイヤルのいいところは、やっぱりその、時間がない人に向けて、すごいこうね、非常にこう、相互性がマッチしてるというか、要は引き殺せるんよね。だからその、まあ、普通の人はその普通の道路を走ってるのに、こっちは高速道路を使ってるみたいな感じなんよ。だからその高速の道路に走ってる人にね、追い抜くことができるかって言ったら抜けないからね。そういうことがわかるかどうかっていうのが、なぁ、重要なんだよ。わかんねえのかよ、そういうことがよ。まあ、ここね、レビールの無法者もしっかり意識していきたいってなるんで、どうせバンクはな、横展開かなり厳しいと思うので、もうガンガン行くよ、ガンガン。ほらほら、どうした？あー、いいね。この私の力というものを見るのだよ。小賢しいな。勝ちました。これがアグロロイヤルです。はい。引き裂け全てを焼き尽くせ。まあ確かに強いカードではあるけども、ジェノで勝ちやね、これは。まあジェノの強さというものをね見くびってもらっちゃ困るんですよ。ジェノの強さはやっぱりね最強やからね。これ 2C 入ってあと6やから勝ちました。はい。
冒険は素晴らしいやろ。まずは1枚目。これジェノのね、その能力結構強いよな。まずは2枚目。私はおじいさんだ。勝ちました勝ちました。さあ高校か、まあ、全部入れ替えていこうか。まあ高校よりもね、先行の方がそれはまあありがたいに越したことはないんやけども、まあ今環境でやっぱそのトップを走っているまあドラゴンに対して、またお前そういう1コス12とかいう理不尽なカードを召喚すんなタコ。ああ俺のゴブリンの方が弱えじゃんこれ、もうこの時点でってなるんやけども、まあデッキ構築の差というものを見せていきたいね。やっぱこのまあ乗り物をこう意識できるような構築にしてやるかっていうのが多分最終的なこうまあ力の差にね、まあ変わってくると思うんやけども、まあそういうとこを見せていきたいよね。まあ先行で 1,2 動いて、これもう荒野のね狭間アルゼンチンリリー見取り図召喚したらお前勝つからね。森山見取り図森山と見取り図リリーリリリリリみたいなねえ、うん。にぃはあ、まあ、3コストのアルゼンチンリリーのね、チンチン召喚すんなよ、お前。小坂設定はそうそう。お前、なんか、レビールの無法者みたいな、なんか、ねえ、ことしてくるやん、お前。だが、俺のロイヤルにその程度の小細工は通用しひんぞ。なな、この、えんな、しょうもない。俺に小細工が通用するって勘違いしてんのか、お前。甘いな、やっぱり、お前。まさかと思うけど、俺に小細工が通用すると思ってんの。笑かしてくれるね、本当に。ああ、雑魚の分際でよ。俺に小細工が通用すると思ってんのかよ。ああ、もう盤面返しちゃったよ。はい、もう中学生、もう中学生、もう中学生だよ。おーおーおー、どうもー、柴田でーす。はい、小賢しいな。おお、いい働きしてるやんけ。なんか私は PP ブーストするという未来の暗示を加えさせてもらうぜ。これなんか面白い試合やね。なんかそのドラゴンらしい、なんかドラゴンやのになんかこう、このアグロロイヤルにこう、序盤からこう米粒みたいに投げてくるみたいな、なんか、まあ、要はこのお米の米粒みたいな試合やんね。米粒。うん。なんかドラゴンらしくない動きというかね、なんかこう、このなんか小型の動きに全部対応してくるっていうのはさすがやね。さすがやね、今のドラゴンね。さすがと言わざるを得ないけども、この PP ブーストした後のこの 6PP のね、信念の牽制がすごい強い動きやと思ってて、一気にねこうマウントが取れるんよ。これが結構強いなと思うんやけども、まずは1枚ね。ふん、鈍いな。ベーン、真ん中のクイックブレーダー進化。いいね。さあ私2番目で勝とうなんて甘いぞ。さあもういきなりステーキよ、いきなりステーキ、いきなりステーキ。はい、こっちねカルビ、こっちホルモン、こっち骨付きカルビ。カルビばっかじゃんお前、カルビばっかすんな。もう一回行くぞ。こっちね、鶏肉、こっちホルモン、こっちステーキ。ステーキはなんか焼肉にないよ、そんなのステーキなんて。もう一回やり直し、同じこと何回もやり直すな。はいはいはい、私はバーベキューマンだよ。バーベキューマシン、ブルン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 。あー、バーベキューのマシンが転がった。ゴロ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 、バイーン、やー、気持ちいい。何言ってんだこいつ。本当に何言ってんだよお前、しょうもねえ。おー、はい、ここ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 、一お前さ、運ゲーに頼るというのが甘えてんだよタコ。でジェノっていうカードが、まあランダムな場のね、神格フォロワー相手を破壊するという2文字を持ってる。おさかしいな。我が背に蹴、手綱と締結。まあでもこれは切り札やからね、まあ、そう簡単にこう使うわけにはいかないんやけども、まあリーサルがあるかどうかっていうのがポイントなんやけどね。ただジェノーが、自分のフォロワー破壊されないと失踪を持たないから、そうなった時に破壊されなければ意味がないということやんね。だったら一か八かの運ゲーするか、運ゲー。ああ、だってどちらにしてもリーサルないもんね、これ。リーサルないよね、これ。リーサルないよね。だったら、別にオルゴンを召喚して、ね、運ゲーするっていうのも別に、まあ、悪い話じゃないな。こっちの不利やけどね、圧倒的に。うん。だってこれ自身にも当たる可能性があるもんな。だから、だってこれ進化とっても3でやるから、6でいけないもんね。いけない。いけなかったらこれいく。うん、いこう。
我が瀬に行け、カズナと締結、ベーン。こういうことができるのが、はい、盛り上がってました。はい、お魚ごっこの力ですよ。甲子園、これなくなるか、これなくなるけど、どっちが死ぬか。甲子園、はい、甲子園、はい、バーン。さあ、マッチングしました。とりあえず、オルオンはね、まあ、先行結構強いカードなんで、残しておこうか。で、なんか、ロイヤルミラーやろ？まあ、ロイヤルミラーっていうことは、お、いいね。で、アルビールがね、その8ターン目に出すんじゃなくて、もう5ターン目にね、もう77疾走とかで行く感じで私行くんで、その違い、お、いいね。ブレードバンベットが来るんだったら、お話は変わってくるよ。ああ、まあ、オルオーのこのリーサルマルってのは強い。お前、そういうタコ姫みたいなことしてくんな、タコ。お前、タコ姫みたいなことしてくんな、タコ姫。ああ。さあさあ、評価額をどうぞ。ペーン！いいね。このね、ラスタードの機動二輪車を出すっていうのもなかなか強いよね。情けねえところは見せらんねえからな。無駄なあがきだということを教えてあげるよ。私のこの構築はな、一切ガスター相手に抜け目を与えないんだ。さ、ガンガン殴っていくよ。もう殴れるものはね、殴って、1点でも多くはダメージを与えていく。その1点で嘆くことってシャドーバースすごい多いと思うんやけども、やっぱりそういう嘆きのソースというものを一切ガスターに与えないっていうのはすごい重要なことやから、ものすごく私は重要なことをね、しっかりとテキパキ言ってるから、しっかりと頭の中で感じながらやっていく。それ重要やからね。お前、そういうさ、な、小ざかしいねん、ほんま。なかなかやるやんか、お前。なあ、この盤面を、いとも簡単に処理してくるなんて、なかなかやるね。だが、俺には勝てないぜ、ベイビー。どれだけお前がな、俺に倒そうって、強い信念を持とうが、俺には勝てねえんだよ。行くぞ、超料理人の効果を、ジュワして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 バルブーン。我が瀬に行け、タズナと締結。今回のオルオンをね、そのまま出していこうか。そのままいきなりステーキしていくんで。我が瀬に行け、タズナと締結を見ろ。で、これ進化使っていこうか。まずは1枚目。料理人のいいところをしっかり取っていかないとね。64結構きついと思うよな、相手ね。うん。まずは1枚。にゃお前ら見たこれ今の。見たかお前。見たお前。相手のリーダーに2ダメージ与えるって強っ。で、これ、アグロの構築使ってるから、顔面に2点ダメージ与えるっていうのが、ほんまもうね、自分のやりたいことをしっかりとやってくれて、果たしてくれてる点っていう点で、もうね、これ以上言うことはないよね、これ以上言うことは。お前、ほんまにな、気持ち悪いカードばっか並べてきやがって、ほんまに、肉、小賢しいな、ほんまにもう。小賢しいな、ほんまにもう、お前。小賢しいなぁ。小賢しいなぁ。おぉおぉおぉ。ネビールの無法者を召喚。バーン。面白いものを君に見せてあげるよ。本当の意味でのね、恐ろしいものというものは、世界さえも凌駕する力を持っている人間のことを言うんだよ。わかんねえのか、それが。ぜよー。見せてあげるよ。本当の苦しみ、本当の絶望というものをな。本当の絶望を感じた時にお前は何を見る？獲物発見！エドワン！この戦場に戦場カメラマン渡辺を通じさせる。この奇跡に幕引きを。バーン！で、邪魔なカード粉砕していこうか。まあこのね、ターミナルウェポンで、まあセラに関してはね、取れるから、竜が如くのセラみたいなね、セラ会長、7代目会長セラ。まあ相手もな、6号とね、3号ということで、まあ盤面を無視するわけにいかないからね。まあ相手も私の構築がゴブリン入ってる時点で、まあアグロっていうのが分かってるからね。きらめく白銀がみんなを捕まえます。こんな感じな、クラちゃんです。わーわー、クラちゃんです。わーわー。小賢しいな、ほんま。きらめく一歩を導くだ。ふざけんじゃねえぞ、おら、おら、おい。セラの効果によって回復の小賢しいな。あ、ふざけんじゃねえぞ、おら、お前。ふざけんじゃねえぞ、おら。舐めんちゃうぞ、おら、お前。俺様に対して舐めとんちゃうぞ、おら。な、おまあ、ターミナルウェポンよりも信念の強いな。信念行こうか。我が身を誉れ、ペーン。
遅いなブーンいいね。まあ私これね焦ってないからね。まあ相手もね8ターン目に決める構築かなんか知らんけども、まあ相手はねどちらかというと8ターン目は何もしてこないんですよ。雑魚に等しいわけですから。お前小賢しいな、無駄なあがきすんなよ何やってんだお前タコが、ほんまにタコ姫がよ、何やってんの本当にタコがよ。現れよ神のカード、神をもってしてお前に鉄を下そうぜ。いいね。さあもう無料進化できるのどうでもいいからなメガネが何できんだよ本当に。王城の司令官とかいう王城際の悪いカードで何ができるってんだよあーやっぱね最後の最後までこうオクトが来るとかこうあるけど、やっぱりその 100% オクトが来るっていう可能性もあるわけじゃないから、やっぱりその最後までこう諦めないでやっていくっていうのがすごい重要やんね。ほっお前なんかそういう回復しながらやっていくっていうな。だが私にはここまで耐えたね導きの方向というものがあるんだ。アルベールのシルがいるから、アルベールのシル、お前小賢しいな小賢しいな終わりにしよう、すべての次元に終止符を与えようではないか。でもアルベールは全面処理できるからね、このターン行く必要ないな。我が身を誉れって、まずは1枚目いいね。さあ9点のライフで、今のね環境はアンリエットがいなくなったから、まあロイヤルはねアンリエットがいなくなったっていうのは結構でかいよね。メイドの土産だ、ザ・狂乱歌舞伎おいしいぞウィッシュウィッシュカチャンポトンカチャンポトン、先にうんちが漏れちゃった。でも19点ダメージを与えられないんじゃないかな。お前そういう小賢しいことをするなって言ってんだよ。だがなアルベールの力というものは全てを凌駕する、それがアルベールという能力を保持しゃわかるかい、アルベールのアルベールの力が全てを凌駕する、それが全ての力の糧になるのだから私はやめられないんだよ。ゴブリンというザコカードを生贄に捧げ、全ての魂に次元を与えろ勝ちました